あ、からの場にする？あ、一緒の方がいいかも。はい、着きました神戸。早かったっすね。早かったね。久しぶりだね。何年ぶりなんだろうね。何年ぶりかもわからんくらい久しぶりだね。10年は経ってないと思うね。入り口のマットもおしゃれですな。すごいね。おしゃれだね。全然俺たちが来た頃と趣は変わって、全然変わっとるね、うん。早く着いたんですか？早く、一緒に来たでしょ。あ、一緒に来た。どういうこと？中から出てきたから先に着いたんじゃないかと思って。別々に来たってこと？ね、おしゃれなお店だね。おしゃれね。ね。すごいライブハウスの中に水槽があるね。ね、すごい。すげえ、何これ。おしゃれ。おお。どんな感じでカフェが出てる。ね、ね、すごいいけてるね。ハトトリカーズ。ね。じゃあリハーサルかな。うん、では。早く準備しますよ。はーい。ね、そうね。何年ぶりか分からんけど、うん、ね。これ今こう回してるけどいいよね。いいよ。あの工房からね。前回の動画で浩二君映ってねえじゃねえか。工房からお叱りを受けたんでね。そうね。ちゃんと自分も入っておこうかな。そうですね。はい。はい。こんな感じでリハーサルやります。オッケー。じゃあちょっと神戸をね散策しましょうかね。いやもう終わったしね、行きましょうか。なんか鶴舞みたいだね。あ、そうだね、高架下でね、うん、鶴舞って感じ。うん、できますかね。なんか鶴舞って感じ、ね、分かった分かった。はいはい。ただひたすら暑い ね。ちょっとね、これはアーケードになるのかな。そうだね。ちょっと散策してみようか。はい、ナイス。今はね、これ三宮高架下。なんかテナントはいっぱい募集してるけど、ね、ところどころ残ってるし、涼しいね、こっち撮って、ね、涼しいね。リアルマックですすごいね。なんかここでラーメン食べんかったっけ。だっけ、もう。ああ、なんか食べたような気がするな。ね、何年前かも分からんもんな。もう覚えてない。おー、いいね。これがトモキが。そうそう、今日行きたかったところ。ああ、いいじゃん。うん、たまにはいいじゃん。あの古着ちょっとだけ興味あるので行ってみたいなと思って。はい、はい、行ってみましょう。行きましょうか。どうだった？半額セールやっとったね、全品ね。だけどちょっとお目当ての感じとは違ったんで。ああ、うん、今回はちょっとね。やっぱ俺古着は分からんわ。ああ、やっぱデニムだけ突き詰めたいかなって感じ。うん、今デニムハマってるもんね。そうそうそう、またちょっと次動画出すけど、ね、あ、いいじゃんいいじゃん。うん、じゃあライブハウス戻る。マックシェイクだけ。オッケーです。食べたい、飲みたい。じゃあ行きますか。はいよ。はい、2軒目太郎さん行ってきた。もう一個、うん、実は目当ての店があったんね。帰ろうと思ったけど、この辺なんかいっぱいあるっていうね、あれなんで行ったんですけど、古着は僕にはちょっとまだしないというか、ね、でもおしゃれなお店だったね。うん、やっぱりとりあえずジーパンかなって感じ。はい、うん、じゃあ、まあね、あのメイクもまだしてないんでね。そうそう、帰ろうか。まあ、本番はねライブですから。イエス。趣味というかリラックスタイムはこれぐらいにして。イエス、うん、戻りましょう。おい、タクシーで。
珍しく腹ごしらえもしたね。うまかったね、うん、めっちゃうまかった、また来たいね、ここは来たい、うん、とりあえずもう、ね、さっき準備するっつって言っとったけど、ちゃんと準備しましょうか。今度ってテーブル席横並びで座ったね。めっちゃ美味しかったで、ね、また来たいです、とりあえず天一軒、天一軒かな、また来よう。はい、ではライブハウスに戻ります。今日一日お疲れ様でした。いやいや、今日これこれ買おうか。終わりました。お疲れさんでした。すごい適当だ。